中国の原子力発電所に関して、ある内部告発者が注目を集めています。フランス国営ラジオ放送局、ラジオフランスアンテルナショナルの報道によると、内部告発者の話として、中国の対山原子力発電所で破損した燃料棒の本数について、公式発表では推計5本前後とされていたものの、実際は70本以上に上ると言います。今年7月、 台山原発はウラン燃料棒の破損により原子炉1機の稼働を停止しました。燃料棒とは原子炉用の核燃料となる核物質を封入した被覆管を指します。台山原発は中国南部の関東省に位置しており、中国最大手の国有電子力企業中国広角集団 CGN とフランス電力公社 EDF が共同出資する合弁会社によって運営されています。 当時 CGN と EDF は燃料棒の破損は製造及び運送過程に起因する可能性があり、破損本数は設計上の許容範囲内に留まっているとのプレスリリースを発出していました。しかし内部告発者によれば燃料棒の破損はボイラーの設計上のミスと大きな関連がある可能性があるといいます。内部告発者は原子炉圧力容器の設計上の欠陥が原因ではないかと指摘しています。 内部告発者は自身の見解について、フランス民間放射能調査団体、放射能に関する調査及び情報提供の独立委員会、クリラッドに報告したと述べています。クリラッドの代表、ブルーノ・シャレイロン氏への RFI による独占インタビューで、内部告発者は原子力業界のフランス人エンジニアであり、大山原発の原子炉に関する技術データにアクセスできると述べました。 シャレイロン氏は内部告発者によるとボイラーに関する問題は原子炉の運転が開始した2018年にすでに発見されていたと述べています。フランス原子力安全局 ASN はコメントの要請に応じませんでした。フランス電力公社は事故の原因についてまだ調査中であるとしています。NTD ジャパンがお伝えしました。